Hi, buddy. What are you doing? Playing with the keyboard? I'm playing the Ura. And what are you? A lot of people. You're making a lot of people. Yeah. People blocks. Wow. And they're in one line. See, they're in one line. What are they? Are they waiting for something? Yeah. What are they waiting for? The blocks should have something that's right here. Oh, there's something in that box. Wow, you all came to me. Hi there, buddy. こんにちは、ゆかぴか英会話のゆかです。2人目育児を、躊躇している方とか、もうすぐ2人目さんが生まれる方で、どんな育児の雰囲気になるんだろうと、ちょっと心配されている方に、実際にね、2人がいるとどんな感じになるか、ご紹介したくて、安心してほしくて動画を撮ってます。まあ、うち下の子がもう、7ヶ月あ今日で7ヶ月ですね。下の子は今日で7ヶ月になりました。ハイハイしだしてるんですね。ずりばいですかね。それから上の子が3歳ちょっとですけども、3歳4ヶ月5ヶ月3歳5ヶ月かな、まあ、約3歳離れてるんですね。こんな感じで2人で一緒に遊んでる時もあるんですけど、バラバラで遊んでる時もあります。でもちろんね、ママ一緒に遊ぼうって言って、私のとこに2人とも来る時ももちろんあるんですけれども、いつもいつもそんな感じじゃないんですね。まあ、3歳になると自分の世界に入って自分で一人で静かに遊びたい時もありますし、赤ちゃんもこう自分でハイハイできるようになると自分の行きたいところに行けるので、いつもママのとこに来るというよりは、気になるものがあったらそっちの方に行って、で時々ママを見つけてママのとこ来ると、まあ、こんな感じでね、かわいいですね。 Hey, you got me! You got me! って感じで、すごく楽しいです。 Pardon me? Wow! What's that? A tower? I love this one. What's this, Haruka? This one? Yeah, is it a tower? It's a tower. Yeah, a tower. Wow. It's a little bit balloon right here. Nice work. まあこんな感じで時々話しかけながら、何やってんのとかね言いながら、私は今まで洗濯物を干してる途中なんですけどね、やっとお昼ぐらいに回してそのまま置いてて、やっと今干し出してます。なので家事もできない時もいっぱいあるんですけど、でも本当にちっちゃいね、0歳児と3歳児がいても本当にのびのびできますよ。ママの時間も十分あります。今日はパパがね、もう朝から夜までずっと仕事でいないので、どうなるかなってちょっと思ってましたけど、まあ、子どもたちは落ち着いてて私も助かってます。なので、2人目が生まれてから自分の時間全くないんじゃないかとかね、すごい心配するママが、ね、周りにもいるんですけれども、大丈夫です、子どもは本当にどんどん自立していきます。ママが思ってる以上にしっかりしてます。なのでそういうふうに方向づけてあげたらいいと思います。何でもママがしてあげてると何でもしてもらうことになっちゃいますけど、この子はどん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 一人でできることをさせてるので、意外と自立心が芽生えてるので、私が何でもしてあげなくても自分でしたくてしたりとか、時々ママにやってって言ってきたりして、バランスが取れてるかなと思います。ということでね、まあ、赤ちゃんこうやって今まで私のとこに絡んだけど、まだなんか見つけてこうやってね冒険し始めてますし、こんなもんです。いつもいつもわーって2人とママに来るわけじゃないので、ちょうど2人育児を楽しんでください。すっごく楽しいです。兄弟がいると子供もとっても楽しそうです、ね、では、Thank you for watching. See you. Bye. Bye. Oops. When you pick your nose, let's use the tissue paper. That's right. And you don't pick your nose in front of people, right? Because it's not so polite.This booger is dirty, right? Do you want to show your booger to somebody? No, because they're going to say, ah, you have a booger! So when you want to pick your nose, go get a tissue first. Get a tissue first. And then you can pick your nose, you know, kind of hiding and pick your nose. Clean your nose and put it in the garbage. Got it? Right.
今ちょっとあの、鼻をね、どうし鼻のお掃除の話をしました。鼻をねほじくっちゃうんですね。で平気でほじくるのを見逃すよりは、ほじくったら、あ、鼻を掃除するのは別に悪いことじゃないんでね、悪いというよりは鼻をほじるときは何々を使おう、でこうこうこういうだからこうしようということで説明してあげることが大事かなと。それを繰り返して言ってるうちにだんだんあの人前で平気でせずに、鼻が気持ち悪いときはまずティッシュを取って、人にちょっと隠れて鼻を掃除して、それをゴミ箱に入れるっていう手順を自分で踏めるようになりますのでね、ちょっとしたコーチング の一番面でしたけれども、あの結構鼻ほじくってる子供を見かけます。まあ、親が家でね、私も鼻掃除したりしますけど、平気でこうやってほじってるのをやると子供は真似します。これモデリングって言いますよね、モデリング、モデリング、なのでまず親が子供の前でも恥ずかしそうにちゃんとティッシュを取って鼻をちょちょっと掃除してゴミ箱に捨てる、それを示しながら子供が鼻ほじくったら同じことを説明する。鼻ほじくるときはまずティッシュを使おうねと、でこうしてこうと説明をして、それを繰り返し何回も言ってあげる。そうすることによって子供はできるようになります。なので、ね、子供だから鼻ほじくっちゃうっていうのは、そのまま子供だからっていうので、ね、見逃すことは私はやめた方がいいと思いますね。ある意味対等に扱ってあげたらどうかなと思います。モデリング、ママのことをよく見てますからね、私たちママも日頃のあの家の中での、態度を気をつけましょう。 Thank you for watching. Goodbye.